はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日は SR アリーザを評価するということで、レベルの方も上げてみまして、リミットボーナスとかも振って、ちょっと使ってみたんで、そちらの触ってみた感想っていうのを語っていければなというふうに思います。よろしくお願いします。で、アリーザなんだけど、アビリティまず見ていきましょうか。1アビが敵全体に水ダメージ。敵が少ないほどダメージがアップする。まあ、使いやすい、あの、ダメージアビリティですね。で、2アビが自分の HP を回復する。そして、1ターン1回だけだけど、奥義ダメージがアップする。効果は3ターン。まあ、これも奥義ダメージがアップする系アビリティ。で、3アビが敵に水属性ダメージ。プラス、自分の残り HP が多いほど攻撃が大きくアップする。まあ、使用間隔8で効果3っていう感じのアビリティになってんだけど、まあ、攻撃力アップ系アビリティで、サポアビが自分の残り HP が多いほどダブルアタック確率がアップ。リミットボーナスアビリティが通常攻撃時確率で自分の攻撃アップ。で、奥義効果が水属性の追撃効果。まあ、ちょっとまとめていくと、まあ、どうだろうね。中衛みたいな感じですよね。インペリアルクロスの真ん中みたいな。ちょっと違うか。なんかこう、前衛っていう感じでもないけど、後衛っていう感じでもない。ちょっと真ん中の、DPS みたいな感じのキャラクターになってんじゃねえかなっていうふうに思うんだけど、まあ、初心者に関しては、僕使ってみた感想としては、割と扱いやすい。単純に扱いやすい強キャラかなっていうふうに、強キャラかと言われるとあれだけど、まあ、使いやすいキャラクターだなっていうふうに思いましたね。で、まあ、どんな風になってんのかっていうのをちょっとまずトライアルで試してみましょうか。で、まずサポーターアビリティの1が通常攻撃をするときにその HP が多ければダブルアタック確率がアップするっていう感じで、まあ、これ SR キャラクターのつなぐりのダメージっていうのがまあ大体14万ぐらい。まあ、僕のウーノとかが16万、18万とか、そういう時に13万、14万ぐらいになってんだけど、まあ、ここでちょっと3アビ使ってみましょうか。3アビを使うとですね、ストレングス効果がついて、攻撃力が、HP が多いほど攻撃力大きくアップ。20万っていう感じでですね、まあ、6万ほど上がりましたので、まあ、HP が多ければ多いほど上がるっていう感じなんだけど、その上がり幅は結構な量になってるんですよ。で、まあ、ちょっとここで奥義を打ってみましょうか。25万。奥義を打つとですね、追撃効果が付与されてるんですよね。こうやって通常攻撃時、水属性の追加ダメージが発生する状態。上2つと下2つは、別のやつなんで。まあ、残り2ターン。まあ、2ターンの間だけなんだけど、追撃効果が発生して、ダメージが上がりますよっていうような感じかな。そうですね、ここで。まあ、結構量多いですね。確か、ウーノが3割なんで、3割ぐらいついてんじゃないの ?6 万でしょ?だって、ウーノで9万ですよね。ってことは、3割追撃ぐらいついてるんですね、多分。ほー、かなり強いんじゃないですか?まあ、こんな感じで。で、1アビは敵が少ないほどダメージアップ。まあ、ただちょっとダメージ量にはそんなに多くないのかなっていうような感じなんだけど、まあ、基本的に本当に扱いやすい。まあ、連撃量とかがまだちょっと見えてないところでもあると思うんだけれども、雑魚敵周回、クエストを周回するっていう時だったら、これ敵が少なければ少ないほど攻撃力がアップするだけで、基本的に敵全体にダメージっていうアビリティになってるから、ウェーブ1から3まである敵とかだったら、1アビを使って真っ先に処理したりすることもできるし、敵が少なかったら1アビと3アビを合わせることでね、大ダメージを狙うっていうことも可能になってる感じですね。で、2アビが自分のHP を回復して奥義ダメージをアップするっていうことから、結構ねコロマグにも使えるんじゃねえかなっていう風に個人的には思ってます。コロッサスマグナの確定の時とかもちょっと奥義ダメージ見ましょうか。78万93万、これで奥義ダメージアップの量が65万。まあ奥義ダメージに関してはそんなに高くはないですね。まあやっぱここはレア度の宿命、SSR キャラクターとかやっぱ奥義ダメージが高くなっちゃってるから、まあしょうがないんだけど、まあ奥義を合わせた時と、まあ奥義を合わせて追撃を得た時にストレングス、この3アビを合わせてやることで、飛躍的な大ダメージが期待できるから。こんな感じでね、すごいいいダメージが出せるから、まあそういうのを組み合わせてやれることで一気にダメージを与えることができるっていうようなキャラクターですね。まあおそらくコロッサスマグナとかだったら、カタリナ、イオ、アリーザとかをやったら、ちょっと装備が整ってれば、コロマグ MVP 確定とかも容易になってくるんじゃないかなっていうふうに思いました。単純に攻撃力が高い、安定したアタッカーであるアリーザ。まあ、こちらの方は育成しておく価値は、個人的にはね、キャラが揃ってないのであれば十分にあるんじゃないかなっていうふうに思いました。もし、無課金勢の方とかであれば、
アリーザ、ぜひとも育成してみてください。皆さんの参考になれば幸いです。ということで SR アリーザを評価するでした。またお会いしましょう。バイ。